はい。えっ、ー、と、日本語教育世界の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、このビデオは、えっ、ー、と、10月6日の授業のためのビデオです。えー、第3週のビデオになりますね。第3週の最初は、えーあ、まあ、第3週はプレゼンテーションソフトについて話します。最初、この1本目のビデオは、プレゼンテーションソフトとは何かということについて話します。<laughs> えー、プレゼンテーションソフトっていうのは、ここに、 え、この、今、スティーブ・ジョブズがね、iPhone の発表している時のえ写真ですけど、こういう感じで、人に見せたい言葉とか、見せたい写真をえ見せるためのえソフトですね。はい。で、え、これね、昔はさっきのこのスティーブ・ジョブズの写真みたいに、この壁に映す、大きいスクリーンに、大きいスクリーンで見せることがとても多かったです。ですけど、今はもうあのコロナでね、 え、人が集まることが、え、ちょっと少なくなっていますから、え、こういうものは使わないで、直接、この、あの、パソコンの、え、スクリーンで見ることが多くなっています。で、え、有名なものとしては、この Google スライドとか、え、Windows の人は PowerPoint のあの、使っていることも多いと思います。Mac の人はキーノートですね。え、それから最近はですね、もうこの1年ぐらい前ぐらいから、急にこの、あの、カンバ、 キャンバー。これがですね、とても有名になってきていますね。はい。あの、とてもおしゃれなプレゼンテーションを作ることができるようになっています。はい。で、プレゼンテーションソフトでできることは、さっき iPhone って書いてありましたよね。ああいうふうに文字を見せることもできますし、えー、写真とかイラストを見せることもできます。それから動画を見せることもあります。そして、そのアニメーション、えっ、ー、と、<laughs> そのコンテンツにアニメーションをつけることもできます。今まで見えてなかったものを、えー、突然見せる。動きながら見せる。そういうことができます。えー、そして最近は、声ですね。えー、話している声を、えー、このスライドに入れることもできるようになっていますね。はい。で、このコースでは、えー、Google スライドを使います、えー。どうしてかというと、これお金がかからないからですね。はい。えー、で、あと、あの、 パソコンならソフトが必要ないです。これね、スマホだと、ちょっとそのアプリを入れないと編集はできないんですね。あ見るだけならいらないんですけど、えー、パ,スあのパソコンだったら、えー、ソフトをインストールしなくても見ることもできるし、編集することもできます。それからどの OS でも使うことができます。えー、これがパワーポイントとか、えー、キーノートとかだと、えー、例えば Chromebook とかね、 えー、そういう、あの、最近の新しい OS では、まあ、あのね、頑張れば使えるんですけど、頑張らないと使えないので、えー、ちょっと、あの、便利ではありません。特に、このコースはいろんな人が来ていますから、そういう時には、あの、Google スライドの方がいいですね。ですから、皆さんも学生に何か発表をしてもらう時は、えー、Google スライドが一番いいと思います。 えー、そして、まあさっきも言いましたけど、スマホでもですね、えー、見せるだけならソフトが必要ないです。はい。えー、っと、<laughs> このクロームがあればスマホでも見るだけでできますね。あと、オンラインで学生と共有するのがとても簡単です。えー、それから Q&A っていうのがあるんですけど、これはとても教育用にあの便利な使い方ですね。えー、これは今のところ、パワーポイントとかではないと思います。<laughs> はい。ではですね、あの、授業の時にはなるべく、このね、えー、まあ Google スライドで検索すればすぐ出てきますけど、えー、こういうリンクを開いて、まずは好きなように使ってみてください。えー、ただ、Google スライドを使うには、Google のアカウントが必要です。見るだけなら必要はありませんが、えー、スライドを作るときには必要ですね。はい。えー、それから、あの、えー、毎週1回個人面談もしていますので、えー、このカレンドリーでね、予約もお願いしたいと思います。 はい、えー、それではこのビデオはここまでです。失礼します。